大谷翔平、山本義信両投手が所属するドジャースは29日、日本時間30日、ジェームズ・アウトマン外野手を登録した。代わってジャスティーン・ロブレスキー投手を外した。大谷翔平、山本義信両投手が所属するドジャースは29日、日本時間30日、ジェームズ・アウトマン外野手を登録した。代わってジャスティーン・ロブレスキー投手を外した。写真。 いつ見ても奥様綺麗日本人メジャーリーガーの隣で青色のドレスで微笑む夫人。アウトマンは今季の開幕スタメン入りしたが、深刻な打撃不振に悩まされた。打率148、4本塁打、11打点。8月7日、同8日、にマイナー降格となっていた。24歳のロブレスキーは7月7日にメジャーデビュー。28日、 同29日に4回無失点で初セーブを挙げていた今季は8試合登板6先発して1勝2敗1セーブ防御率5.70